はい、どうもケントです。ね、今日はね、初めてアシスタントしてる時、防具 US でメイクをした時のお話をしたいと思います。でちょっとそれ見せたいんですけど、これもすごかった。僕ファレルとかファレル知ってますよね、みんな。歌手の人なんですけど、この人ね、これ僕メイクさせてもらったこれなんですよ。このアジア人のモデルのメイク、モデルちゃんのメイクをさせてもらったんですけど、あとはもう僕のアシスタントしてた人がやった作品で、でこれを僕ほんまにね、海外すごいなって思って、で基本その何やろ、ファッションショーとかでメイクして自分のメイクがまず歩くこともあるし、例えばそのこうやって僕今ね、今ですら Vogue US は僕はまだやったことないけど、 Vogue コリアとかいろんな国、アラビアとか Vogue ジャパンとかでメイクをさせてもらえるようになった今で思うんですけど、これはもうそんなもよりももうはるか昔です。そんなメイク Vogue とか自分ができなかった時けど、やっぱり海外に挑戦してすごい良かったなと思うのは、こういったチャンスがあったってことですよね。でもちろんこれは僕の名前でクレジットはついてないですし、そんなまあ当たり前のことですけど、けどやっぱそういう有名カメラマンの人とかが撮る現場で自分のメイクがそのカメラに何やろう、こういう写真になるっていうことが、やっぱ自分のモチベーションとすごいパワーをもらえたなと思って、でこれを見た時に形になってるってことは、自分のメイクっていうのはいつかこのね憧れの雑誌に届くんじゃないかってやっぱ希望になるし、まだまだ僕も挑戦してますし、やっぱ Vogue US とかやりたいなとか、 Vogue アメリカっていうザ・ Vogue って感じじゃないですか、そんなんやってみたいなってやっぱ思いますし、絶対になんかこのチャンスっていうものがすごいあるんだなって思ったんですよ。でもやっぱこういう時にやっぱ見ると、あ、自分のメイクってちょっとアラがあるなとかって、いろんな現場でね、この防具だけじゃなくていろんな仕事で自分がこうメイクをさせてもらう機会ってそれからどんどん増えたんですけど、やっぱりそのわ、この僕がついてたボスとかすごいな、メイクめっちゃうまいなとかやっぱ思うし、やっぱりすごいなってメイクさんやっぱたくさんあったんですよ。それってやっぱりアシスタントしてるとね、僕も勘違いしてた時期もあったんですけど、あ、じゃあ自分のメイクって通用するんじゃないかって思うんですけど、そこじゃないんですよ。やっぱテクニックで通用するのって、もうテクニックはあって当たり前の多分ニューヨークなんですよね。けどあとは似合わせとかアイディア性とか、なんかそういったところがもうやっぱそこで差がすごい出てくるんですよ。だから本当に何やろ、なんかこっちの人とかでも僕結構会うんですけど、なんかその有名な人のファッションと入って、ね、自分はすごいんだみたいな人も結構いるんですけど、結局ねやっぱそういう人だって上がってこないんですよ。でもその理由としては、多分技術はあるんですよ。多分ね、技術はすごいあるけど、例えば見たもの、自分が経験したものだけ作ってると、それもなんていうか応用が効かないっていうか、じゃあこの髪型ファッションショーでやりました、僕はすごい人のアシスタントでファッションショー入りました、じゃあ自分の撮影でこれをやります、じゃあ多分ダメなんです。ここでなぜ多分この人がこういうアイディアをなぜ出したんだろうってとこが多分大切なので、自分の撮影に持っていった時に、なんでこの人はああいうアイディアを出したんだろうっていう感覚を多分学ぶことの方が多分早いのかなと思ってね。結局やっぱり僕このじゃあ Vogue US でね、アシスタントでメイクさせてもらった時に、なんでじゃあ僕そのヤディムって人手伝わせてもらってたんです、ヤディムはこのメイクをしてたんだろうって考えるとめっちゃ難しいんですよ。テクニックだけなら目の前で見て感じてたね、理解はできたじゃないですか。けど何やろ、何を考えてメイク、ちょっとなんか足りないな、もうライトがついてなかった、ライトつけましたよ、すいません。
そうだからなんで何を考えてやってんのかなっていうことがやっぱすごい大切なんだと思うんですよ。でそれを考えると見合わせとかメイクってやっぱり技術だけじゃなくてその人の感性とか個性とかってすごい出せる仕事なんやろなって思うんですよ。だから僕は基本その今までこうメイクをしてきた時に新しい知識とかっていうのあんま入れないようにしています。僕がやってるのは見る、まず学ぶっていうことも大切だと思う。見るだけにしてます。基本はなんでかというとオリジナリティがなくなっていくんですよね。なんかそのまあ美容学生の時とか僕も感じてこうじゃないとダメとか、でもこっちのやり方の方がいいやん、いやでもこうじゃないとダメなんだっていう教え方は結構日本多いと思うんですけど、僕はこのメイクは独学でやってきたんでそこは良かったのかな、こうじゃなきゃダメだっていうところがないんですよ僕の中で。だから正直ブラシの使い方とかもこのブラシでやるんですね、すごいですねって言われることもある。だって当たりますね、そのブラシは何用か分かってなかったっていうのがあります。でそれでなんかリップを引いたりとかすることによってやっぱ他の人とは違う何やろ味が出るじゃないですか。やっぱここってオリジナリティってすごい大切だと思うんですよ。学んでこれがかっこいい、じゃあこれをやろう、それは当たり前のことになるのかな。例えばその企業もそうですよね。で自分がメイクやるときもそうだと思うんですけど、なんか例えば前にもう言ったそういうメイクがあるんですよ。でちょうど最近その、ね、手伝ってくれてる子に聞かれたんですけど、そのじゃあ手伝ってくれてる子じゃないわ、仕事でねインタビューのやつで聞かれたんですけど、ケントさんはこのメイクどうやってやりますかみたいな話をされた時に、じゃあ僕がやったこうキャッツアイのメイクをしましたっていう作品があったとしてね、今これ使えないキャッツアイってもうあるじゃないですか。キャッツアイってテクニックもう誰かが作ってるじゃないですか。けどじゃあそのテクニックを僕が教科書に載ってるようなテクニックを話しますか、じゃあそれはパクリですかって違うじゃないですか。けどだってそういうテクニックもあるんですもん、王道のみんなが習う。けどそれの応用だと思うんですよ。なんかちょっと話が脱線してるかもしれないけど、やっぱりそのなんていうかな、このメイクをすごい人たちがして作り出したヘア、けどそれもトレンドじゃない歴史があるんですよ。だから僕らが見たことないヘアをその人がやったことによって、その人よりも先の人が作ったヘアをその人たちがその人たちのテクニック、その人たちの感性で形を変えて生み出して今に落とし込むから新しいものになる。でその写真家だってその人が昔有名なヘアさん、有名なメイクさんがやったメイクを昔の人たちが撮りました。けど今の人たちがそれを現代に落とし込む、これがまた新しくなるってことじゃないですか。って考えたらどん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 奥、やっぱ奥は深くなっていくんですよ。だからこそ多分大切なのはオリジナリティっていうところになってくると思うんですよ。独自性が多分ないと、まあ簡単、独自性なくて結局企業もそうじゃないですか。結局真似してやっていけば とりあえずは当たりますよ。メイクもそうですよね。最初僕はレファレンスっていう形でこういうメイクしてほしいってお客さんから来ます。でもそのまま同じメイクしたら当たりますよね。お客さんだってそのメイク欲しいんですもん。けどその一歩抜けてくる人たちには仕事取られるってことですよね。って考えたらめっちゃ面白いなって僕はやっぱ思うと。だからやっぱり僕思うのは、なんていうかな、少しのやっぱサプライズを起こすためにオリジナリティっていうのは絶対大切にこれからなってくると思います。だから僕は基本はなるべく見るだけ、学ぼうとは、学びは勝手に学んでいくと思ってるんですよ。僕の作り出す感覚として、感性っていうものではね。だから基本学ぼうとして、感性学ぼうとはしない、ただ見るだけっていう風にしてますっていう動画です今日は。なんでね、またちょっとこういう仕事で
どういうふうなこと考えてるとか、どん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 これからも話していきたいと思うので、また動画見てください。それではいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。で、あとコメントもね、今もうすぐニューヨーク仕事がちょくちょく始まりだしたんで、ちょっと動画もね、毎日こうやって上げていくって難しいかもしれないんで、今のうちDM とかコメントくれたら答えること、どんどん答えたいと思うので、またDM コメントください。はい、それではどうもありがとうございます。